はい、こんにちは、タカです。まずはじめにこの動画ではドルストレートの通貨を見ていきたいと思います。ドルが絡む通貨ですね。ドル円やクロス円に関しては別動画になっています。概要欄の方にリンクの方を貼っておきますので参考にしてください。ということで、まあこのドルが絡む通貨、ドルの動きがまあ大事になってくるわけですけども、今週ドル強かったですね。特に木曜日金曜日、かなりのドル買いが入ってきて、直近高値までは来ています。しかも来週は FOMC、いろいろな思惑これ働きそうですけどもね、どうなりますか。ドルが強いですから、今回見ていくドルが絡む通貨というのは当然上値が重くなってしまいます。これを踏まえながら各チャートを見ていきたいと思います。こちらがユーロドル、4時間足に週足を重ねています。まずは大きな環境ですけども、今週先週の動きを見てみると、やっぱりこのあたり壁があるんじゃないかと思えてきます。 1.19、 それ以前も強い売りのトレンドは出てますね。そして一旦流れが止まって、今は調整局面、上下に壁が見えてきていますから、今はこのレンジ相場を想定ということになりますね。下の下限が 1.17、 上の上限壁が 1.19。 今の現在地はだいぶこのレンジの下限まで近づいてきているのがわかるかと思います。ですから、まあドルが強い環境というのはこれ当然見ていくことになりますからね。下落の流れも見ていくことにはなりますけども、そろそろ流れが一旦止まってもおかしくない場所、1.17 がまあ迫ってきているというのは、これは抑えてはおきたいですね。一旦流れが止まる、サポートの強さが少し見られる、そういった値動きになった際にこの環境は思い出したいです。はい、こちらが1時間足に冷やしを重ねています。この2週間ほどは本当に弱い流れになってますね。高値から見ていけば売りのトレンドがもうはっきり見えています。特にこれはもう何回も繰り返し言ってますけども、僕はここに足場を作ったのがすごく大きいと思っています。流れを一旦止めていますから、当然これサポートが意識されます。いいところでサポートされているんですよね。この前には強い上昇トレンド、流れが止まるんであれば押し目買いというのは、これは当然見ていく人、たくさんいそうです。ただじゃあ結果がどうなったのかですね。これ下の方に抜けていますから、まあ、言ってみれば押し目買いの失敗。買っていた人たちは投げる人も出てくるでしょうし、捕まる人も出てきそう。そういった買い方が苦しい状況というのがこのチャートからは見えてきます。買い方が苦しんでるんですからね、それとは反対の勢力につくのがいいかと思いますね。今はこの青い下落トレンドを見ていけばいいんじゃないかなと。では目標はどこを見ていくのか。それはこの波の起点ですね。ここに強い上昇トレンドがありますけども、この波の起点はこのあたり 1.16-70 あたり、そのままストンと下がるかどうかはこれは分かりませんけどもね。ただここには下落の波ができています。仮に戻りが入ったとしても、今度は戻り売りを見ていく。現状なかなか買っていける状況にはないように思いますね。まだまだこの強い上昇トレンドというのもありますから、流れが止まれば押し目買いという形もこれは見ていけることになりますけども、そのためにはまずはこの青い下落の流れを一旦止めて、そしてこの青い波をひっくり返さないと次の上昇が見えてこないので、波の反転には時間がかかります。こういった下落トレンドが見えているともなおさらですから、確かに押し目買いという形もね、あることにはあると思いますけども、今はその流れを見ていく必要はないかなとも思います。ですから目線はショート、青い下落トレンドを来週も追っていくことになりますね。目標は 1.16-70 付近。まだもう少し下げ余地はありますけどもね。ただこの下のサポート割ってくるかどうかは、これは別問題。上位足を見た際のここはレンジ加減ですからね。これをブレイクしてくるということは、週足レンジのブレイクになってしまいます。ということは言い換えれば、この下のサポートは週足サポートでもあるんですよね。週足サポートは上位足になりますから、仮に日足が1本下の方に抜けたとしても、これで抜けを見ていけるかどうかは別問題なんですよね。その後戻ってきてしまうと、週足ではサポートという形も見えてしまいます。上位足のレジスタンスやサポートというのは、短期足はよく抜けるんですよね。上位足の冷えの部分に当たります。ですからこのサポート割れに関しては、慌てて判断はしないように注意したいですね。まあ、抜けてくれば多少ね、勢いよくボンと下の方に行くこともあるかもしれませんけども、突っ込み売りには注意はしていきたいです。ただまあ今はまだそこまで見ていく必要もないですかね。サポート付近までまだもう少し距離もありますから、引き続きこの下落の流れを追っていけばいいかとは思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。短期の波を追っても下落トレンドがもうはっきり見えてますね。なかなか変える形にはなっていない。金曜日なんかも綺麗に戻り売りが入ってますね。今までサポートされていたところにぶつかって波の反転、波がしっかり見えていますから、仮に月曜日サポートされて反発してきたとしても、この戻りに対してやっぱり戻り売りは見ていきたいですね。下落トレンドの継続、狙うはもちろんこれ安値更新ということになります。ですから今のこのユーロドルに関しては、見ていくポイントはもうこの下落のトレンド、波の反転とかね、そういった難しいことを考えるのはもう少し先でもいいのかなと思います。ただまあ少し難しいと感じるのが、来週 FOMC があるんですよね。ドルが動くかもしれない。今はドル高、ドル買いの流れが出ていますから、この下落の流れを見ていけばいいと思うんですよね。ただ FOMC でドルが買われればこれはもう楽ですよね。下落トレンドを継続して見ていけばいいと思います。ただこの時にドルが売られれば、
当然チャートの方は戻ってくることになると思うんですね。チャートは下落トレンドが見えていますから戻り売りを見ていきたい。ただその FOMC によって戻ってきたこの動きに対して売りを見ていけばいいのかどうか、ここは少し難しい判断にもなってきそうですよね。高値抜けてくれば波がひっくり返ることも十分ありえそうです。 FOMC は水曜日の深夜になりますから、ひとまず水曜日までね、この下落の流れをしっかり追っていこうかと思います。はい、変わりましてこちらがポンドドル、4時間足にシワシワを重ねています。ここ最近ポンドが強いですよという話はずっと動画の方でもさせてもらってたと思います。実際ね、売りが入っているとは思わないんですけども、ただドルが強すぎますね。ドルがかなり強いですから、チャートの方を見ていくと売りが入ってしまってます。特に金曜日なんか売りの方が最後グッと入って安値引けですからね。これは来週に影響してくるかもしれません。環境を見ても目の前に壁がある。これ 1.39 ですね。目の前に壁があって、その前は下落のトレンド。今は流れが止まっての調整局面。このようなレンジを見ていくか、もしくはこのようなレンジを見ていくか、これは少し意見も分かれてきそうです。個人的にはこういったレンジも全然ありなんじゃないかと思うんですよね。ここもサポート強く見えていますし、ここの部分に関しても行ってこいですよね。ですから 1.37 の前半あたりはサポートがあるんじゃないかとも思ったりはしますけども、ただこれね、今週の動きですよね。安値引けですから、来週もこれ安値更新は全然ありえそうです。この下のサポート、仮にサポートがあったとしても、これ週足サポートになりますからね。短期足は抜けたりもします。このあたりはサポートの候補ではありますけども、今すぐに買っていける状況には僕はあまりないように思うんですね。下の方に一度スパイクを入れて戻すような展開なんてのも、これは全然ありえそうです。じゃあ売りを見ていくのかですよね。ただ売りを見ていくには少しポンドが強すぎるかなと。ポンドドルをショートするということはドルを買う、ポンドを売るということになります。ですけどもポンドというのはここ最近売りは入ってないですからね。ですからまあその辺が少し悩ましいなとは思ってしまいますね。ただしまあ今はドルがかなり強いです。ポンドどうこう関係なくドルにかなり強い買いが入ってくればこれは下がってしまいますんで、僕なんかはね、結構ポンド強さ見てますからね。ロングなんかもどこかでっていう考え方は頭にあるんですけどもね。こういったロングポジションを意識している方にとってはこのサポート探し、これ慎重に見てはいきたいですね。繰り返しますけども、上位足のサポートというのは短期足抜けますからね。この抜けの動きに対しては警戒はしていきたいです。はい、こちらが1時間足に冷やしを重ねています。ポンドやっぱりチャート見ていくと強かったんですけどもね。ただ金曜日のこの動きですよね。この動きで少し環境が変わったようにも思います。この辺りを僕は高値圏のレンジ相場と見ていました。この上 1.39 はすごく大きな壁ですから、冷やしでは3回これ高値試したんですよね。結果抜けていないんですけども、ここだけではなくてこの前ですね、 1.39 というのはこの前も何度かこれ高値を試してるんですよね。で抜けていない、だからこそこの週足レベルの大きな壁になっているんですけども、ですからこの足場、レンジ相場というのはこの壁を抜くための足場なんじゃないかなと。ならばこの足場崩れてこなければ再度この高値を試す展開を見ていけるんじゃないかと思っていたんですよね。ただし金曜日のこの動きです。これも明らかにサポート割ってますよね。ヒゲの部分まで見ていけば割っていないと見る人も中にはいそうですけども、ただ冷やしは安値引け、これ来週の月曜日もこれ安値更新は全然ありそうですよね。下落トレンドがこれで見えてしまうことになります。上昇の波の起点がこの下にあります。 1.37 ですね。ですからまあこの37の攻防なんかは出てくるかもしれませんけども、一度これ下の方に抜けたというこの事実ですね、もうこれはやっぱり重いと思うんですよね。戻れば戻り売りが入ったりもすると思います。ただ押し安値割ってないですからね。上昇の押し目買いなんてのもこれはあるかもしれません。こういった売りと買いとの攻防をここで見ていかないといけないので、まあすごく難しい環境だと思うんですね。この高値圏の足場、これをキープしてくれていれば基本的には僕は上昇を見ていけばよかったと思ってます。この高値を抜くための足場なわけですからね。この足場崩れてこないんであれば、この高値を試す形ぐらいは全然あるんじゃないかなと、そのようにも思っていたんですけども、これサポート終わったことでこれ根拠崩れてしまいました。これではなかなか買いづらくなってしまいますよね。ここで買った人たちは当然投げる形も出てくるかと思います。ただサポートは割れてない、下から買っていく人も中には出てきそう。この環境でどっちが勝つでしょうかと聞かれても、これは意見が分かれてきそう。意見が分かれる相場というのはそれだけでもすごく難しいんですよね。ポンドドルは金曜日のこの動きによって売りの流れがこれはっきり見えてきたことになります。少し難しい環境になってきそうですね。来週もドルは強い展開を想定しています。もしポンドが強ければドルが強い、ポンドが強いということで動かない相場も考えていきたいです。ポイント 1.37 あたりの攻防になってくるんですかね。ブルビアの攻防が出てくるんであれば、その決着を見ていけば次の流れのヒントにはなってくると思いますけども、その決着を見るにはもう少し時間もかかってきそう。難しい環境が来週も続くんではないかとは思います。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。
短期の波を見ていくと下落トレンド、僕らはっきり見えています。現在もこのトレンドは継続中、全くまだ流れが止まってないですね。これではもう全く買えないですね。売りのトレンドを見ていけばいいかなと思います。仮に流れが止まっても今度は戻り売りを見ていくことにもなりそうですね。大きな足を見てもサポート割れています。 1.37 あたりはサポートの候補ですから、もう少し下がればサポートなんかも出てくるかもしれませんけども、実際そこで流れが止まるかどうかも分かりません。上位足のサポートは短期足抜けますからね。一旦抜けた後に戻るみたいな展開もこれはあるかもしれません。サポートを見ていくにしてもまだまだタイミングとしては個人的には早いかなとは思いますね。買うんであれば一旦流れが止まってから、下落トレンドを来週もまずは見ていくことにはなってきそうです。はい、変わりましてこちらが5ドルドル、4時間足にシワシを重ねています。5ドルも当然ドルが強いですから売りの流れになっていますけども、5ドルはそもそも5ドル自体も弱いですね。ですからドルが強い、5ドルが弱いということでかなり強い下落の流れになっています。先週あたりは少し難しかったですけどね、 0.74 これをブレイクしたかどうかの判断はすごく難しかったと思います。ただ個人的に僕はこれはブレイクしていないと今は見ています。行き過ぎた動きですね、オーバーシュート。ですから壁にぶつかって波が反転しているという考え方ですね。週足を見ていくと安値更新、波が反転していますから来週もこの安値更新は見ていくことにはなってきそうです。となると目標は波の起点ですね、上昇トレンドの起点部分を目指した下落の流れ、上下に壁が見えていますからレンジ相場をひとまず想定して見ていくことになります。ではこのレンジは何のレンジかですね。直前には大きな下落のトレンドがあったわけですから、この売りの流れが一旦止まっての調整局面、ここ最近の動きはレンジの中の動きということになりますね。ただレンジの上の方から今売りが入ってきていますから、この売りの流れを継続して見ていくことにはなりそうです。ということで目線はショートですかね。過去を見てもサポートらしいサポートもないですからね、売りの方がどんどん出てきてもおかしくない場所のようにも思います。はい、こちらが1時間足に冷やしを重ねています。冷やしを見ていくと直近も完全に売りのトレンドが出てますね。これも何度も言ってますけども、ここで足場を作ってるのが本当にすごく大きいと思います。この足場ができることでこの上昇トレンドが生きてくるんですよね。押し目買いをしたくなるわけですけども、ただこれ結果としては下の方に抜けてきています。こうなると押し目買いの失敗、ロングが捕まる、ロングが苦しい状況になってしまうという形が見えてしまいます。この状況が続くうちはもう目線はショートでいいように思うんですね。目標は波の起点部分ですか、 0.71、1020あたり、このあたりまでを目指した下落、一本でスコーンと下がるとはなかなか思えないですけどね、ジグザグしながらもこの下落の流れを追っていくことになるんじゃないかとは思っています。目線としても明らかにショートですね。この上昇の押し目買いなんかもこれは可能性としては全然あると思いますけども、そのためには一旦流れを止めないといけない。ただそこには下落トレンドがここにあるわけですから、波をひっくり返さないと次の流れが見えてこないですからね、それだけ時間もかかります。ですから仮に押し目買いを見ていくにしてもタイミングとしては少しまだ早いのかなと思いますね。売りの流れを来週も見ていくことにはなってきそうです。来週もですね、更新ですね。はい、こちらが15分足に4時間足を重ねています。短期の波を追っていっても下落トレンドがはっきり見えています。綺麗に戻り売りがどんどん入っていますけども、戻り売りが入っているところもすごく分かりやすいですよね。サポートされていたところにぶつかってダブルトップからの波の反転、ここもそうですね、サポートされていたところにぶつかって、ダブルトップからの波の反転ならば、今回も仮に流れが止まって調整で戻りが入ったとしても、今度はサポートされていたところにぶつかってまた波の反転なんかが起こるかもしれません。相場って意外とこういった同じことって繰り返しますからね、同じようなポイントを見ていくのは面白いと思います。上位足の環境を見ても目線はショート、短期の流れを追っても下への流れしか見えてこないです。この状況ではなかなか買えないと思いますんで、来週もまずはこの流れに逆らわないことを考えていきたいですね。目線はショート、売り場を探していきたいと思います。はい、ということで、特に木曜日金曜日ドルに強い買いが入ってきて、環境の方もかなりの売りの流れになってきています。特に今までもすでに弱かったユーロと5ドル、これも強い売りの流れが出てきてしまってますね、下落トレンド。はい、こちら5ドルドルですけどもね、5ドルドルも下落トレンドがはっきり見えてきています。まずはこの流れはもう継続して見ていきたいですね。安値更新は意識していくことになります。一方でポンドドルもチャートは強かったんですけども、金曜日にサポート割ってしまってるんですよね。この流れに注目していくんであれば、この売りの流れを継続して見ていくことになるかもしれません。チャートは強かったんですけどもね、サポート割れてしまったということになりますから、月曜日は注目ですね。ただこのポンドに関しては決してポンドに売りが入っているわけではない、ここはちゃんと押さえてはおきたいとは思います。
あとはまあドルですね。この下落に関してはもうドルの影響すごく大きいですけども、来週ドルに関しては FOMC が水曜日にあります。どのような結果になるかは分かりませんけども、必ず動くと思いますんでね、動いた後にどういった環境になってくるのか、これは再度見ていくことになります。ですからあくまで今のこの流れに関しては水曜日までを一旦の目処として見ていきたいですね。木曜日以降はイベント通過後ということになりますから、FOMC の結果を受けての動きを一旦見た後にまた考えていけばいいかなとは思います。ドルスワも全体的にドル高という綺麗なトレンドが出ていますからね、まずはこの流れをしっかり追っていきたいと思います。今回は以上になります。ドルストレート以外の通貨に関しては別動画になっています。概要欄の方にリンクの方を貼っていますので参考にしてください。それでは来週も頑張っていきましょう。